けましておめでとうございます。今更ながらおめでとうございます。どうも、バーチャルのゼロリキツネ娘おじさんです。妹のフランドールです。そういったことでぼちこうチャンネル今年一発目からやっちゃう実況ゲームはこちら。みんなまだ知らない人多いと思うけどめちゃくそおもろいゲームまたわしにつけてしもたぜ。多分まだこのゲーム実況してる人ようつべでほぼほぼいないと思うけど莫大な量のスチームゲーの中からドチャグそおもろいゲームをこのわしがまたまた見つけてしもたからめさめさおもろいマイナーゲーをこのサウザンド千里眼アイが見つけてしまいましたから、このサウザンド大江千里眼アイズ若松が大ヒット間違いなしのマイナーゲーをサーチ&サチコしちゃいましたんでやってくぜ。デッドバイデイライトっつーゲームなんすけど、もうみんな実況してる派、もうみんな腐るほど実況して若干飽きられ始めてるまである派。ハチ様らまた騙されおったな。わしのゼロリおじさんじゃねえかんね。みんな知ってます。わしじゃよ、わしバーチャルレミリアさんじゃよ。バーチャルいらないっすけどね。まんじゅうキャラ全員バーチャル前提なんでわざわざつけなくても大丈夫ですけどね。これがもっと早めに突っ込んでくれてればこんなお怪我しなくて済んだでしょうかよ。そんなことよりお姉様とリマどんなゲームか説明しますんで。オフラに行ったらんかい。このデッドバイデイライトは4対1で鬼ごっこするゲームです。オッケー、フランナイス解説、さすが我が妹天才やな。わし譲りの天才的派処理すぎ解説で変な空気なっちゃったけどやっぱお前天才やな。じゃ早速ゲームやってきます。こいつ人のボケには全然突っ込まねえのな。このデッドバイデイライトはカナダのビヘイバーインタラクティブが開発し、2016年に発売された PC ゲーム。単純な操作ながら緊張感のある駆け引きと B 級ホラー要素を前面に押し出したビジュアルで爆発的人気を博した非対称型対戦アクション。その人気ぶりは未だ衰えず、昨年は PS4 版と Xbox One 版も発売されるほど、一人の殺人鬼から4人の生存者がステージ脱出を図る対戦ホラーアクションといったゲームです。さすが我が妹やればできんじゃん。たまにはお前がやれっつーの。母待っていろ愚かなる人間どもわしが貴様らにちぎるくらいの恐怖体験アンビリバボーを今からアフレコ解説でふわっとレクチャーしてやるぞよ。ということで生存者側やってきますね。自分からお膳立てしたキラーやる流れを完全に無視してゆくいつものスタイル。やっぱわし初心者なんでここは4人側でプレイした方が動画的に安泰やろという完全にお気に入った大人の事情ですんで、これはしゃあなしやね。生存者キャラすでに3人が35レベ超えてるのに初心者と言い張る完全に保身に走った動画構成。逆に考えるんだ、3キャラ35レベ超えても未だにランク19のエターナル初心者なんだと。このゲームのマッチングはプレイヤーの技量、つまりランクによってマッチングされますんで、初心者さんやゲームに自信がないプレイヤーも安心。画面右上の数字が現在のランクで、最低ランク20から試合結果のポイントによってランクの数値が小さくなってゆくシステム。ゲーム開始方法はロビーに参加をクリックすると機械ランクのキラーのホスト部屋に移動するんで、そこで準備できたら右下の準備完了をクリック。通信状態は右下の縦4本に横1本線のマークにマウスカーソルを合わせるとどんくらいかわかるんで、重い部屋だったら画面左下の戻るをクリックすると部屋から抜けられるんで、試合前のキャラにはお好みで装備、アドオン、オファリング、パークといったアイテムやスキルをセット可能。特にパークと呼ばれる能力は一度覚えればアイテムのように消耗することはないんでかなり重要。キャラのレベルを上げれば最大4つのパークを装備できるんで、めっちゃ有利。もうゲーム始まってたは。今回はあえて低レベルキャラで初心者目線でお届けしております。ロード画面なんでしばしカット。おっと、今回は農場ステージか。こういった建物が少ないステージは初心者にもやりやすいんでチャンスですよ、お姉様。こういった建物少ないステージはやりやすいからチャンスやぞ、妹よ。今それ私言っただろ。同じこと言っちゃいけない法律でもあんのかよ。尺を無駄遣いすんじゃねえよ、小学生かよ。もういい年した大人だよ。知ってる。ほんじゃもう実況していいですか、犯人。むしろおせえくらいですけどね。始まってすぐ包丁持った助清みてえな鬼に捕まって、吊るされて、助けてもらって、発電機修理失敗して、また捕まって、吊るされて、ノーマネーでフィニッシュです。一個聞いてもいいですか？遠慮すんなよ、わしとフランちゃんの仲やろ。これでなんで動画にしようと思った？行こう。というわけでいかがでしたでしょうか。空気読んでくデッドバイデイライト実況。空気読め。我々のモチベが続けば皆様にまた極上の時間を提供したいと思っております。時間返せ。ブラッドポイント3000もいかねえクソみてえな試合ダイジェストで見せて恥ずかしくないのか。安心してほしい、わしそういうのには結構慣れてる方なので大丈夫です。視聴者の方が大丈夫じゃねえんだよ。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。恥を知れ。ほんじゃ第2回ありましたら次回も絶対見てね。言うわけねえだろっつーの。